タナ・ホワイトコンテンダーシリーズ、日本人初木下優作がコンテンダーシリーズ&メインで最終回に TKO 勝ち、 UFC 入りを決める。人生をかけて MMA をやってきてよかった。ダナ代表、 UFC が唯一長いこと失っていた日本のスターを今日獲得した。ということでですね、今日はダナ・ホワイトコンテンダーシリーズに出た、木下優作選手がまあ勝った試合ですね。この件でちょっとお話ししたいんですけども、まあ結果としては、まあ、ウェルター級の試合で、木下選手が3ラウンド43秒 TKO ですね、左ストレートのカウンターを当てて、その後倒れたとこにパウンドで、勝利しました。でこの試合、まあ、コンテンダーシリーズっていうのは、まあ、ダナ・ホワイトが見てる前でですね、まあ、UFC に上がれるかどうかの、まあ、査定試合みたいな感じですね。まあ、新人を発掘するというそういう企画で、まあ、そのチャンスを見事ものにしたという感じですね。で木下選手は、まあ、パンクラス上がって、まあ、1試合ライジン上がって、まあ、反則負けみたいな感じですけど、実質、まあ、ほぼ勝った試合ですよね。でそんな感じで、試合を積み重ねていってこのチャンスをものにしまして、で相手はですね、まあ、195センチある非常に長身の、ジョゼ・エンヒッキですね、ブラジルの選手。これなかなかちょっと苦労しましたね。で、まあ実力的にもここまで自分に近い実力の選手と戦ったことも今までなかったと思うんですけど、木下選手。まあそういう意味で手こずったとも言えるし、ただ試合中まあ笑顔なんか見せてですね、まあ試合を楽しんでたなっていう、まあそんな感じですね。でそのメンタル面、アメリカでも、まあ自分のホームのように戦える、そのメンタルが結構大きかったかなという感じがしますね。で木下選手は6歳から16歳まで青道会館で、まあ、空手をやってましたんで、まあ、打撃が強い、選手ですね。で試合展開としては、まあ、1ラウンドですね、まあ相手選手は非常に長身で、まあ、やっぱり、自分の打撃だけ当たる距離で戦いたがってるんですね。で結構、あんまり近寄らないで、木下選手が突っ込んできても離れて距離を取って戦うっていう感じで、木下選手もちょっと攻めあぐねた感じありましたね。なかなか入り込めないなっていう感じ でしかも、ワン、ツー、スリーって木下選手も突っ込んでくるんですけど、結構カウンターとか、あと相手は肘膝が結構あったんですよね。でこういう長身の選手の膝とかって結構顔のとこまでガッと来ますんで、ここら辺が結構怖かったですね。でパンチもうまいですし、まあ、それもあって木下選手もちょっと慎重になりながら、1、2ラウンド攻めてた感じですね。ただパンチ、木下選手のパンチもいいパンチ当たってましたんで、まあ、これ結構どうなるかなっていう感じで見てて、ちょっと木下選手の頭カット、肘でカットされちゃって、まあ金髪の髪に赤い鮮血がにじんで、まあ、そんな感じで、まあそれも大丈夫かなっていう感じで、見てたんですけど、まあ3ラウンドですね、まあ、カウンター当てるんですけど、まあ、その前も同じような相手選手の打撃を、まあ、避けてですね、左に避けてちょっと狙ってた感じがありましたね。で同じパンチが来たんで避けてストレート食らわすと、まあ、そんな感じの試合でしたですね。まあ、エンヒッキ選手も非常に強かったんですけど、もっと長身を生かせる戦い方、まあ、肘膝あるんで、まあ、まさにセームシュートみたいな戦い方ですね。もっとジャブ打って本当になかなか入り込めないで、入ってきたら、まあ、膝肘バーンと当てるっていう、まあ、そこを完全に自分の調子に生かした戦い方、もっとできそうな、感じがしましたね。で、まあ、木下選手は、試合後のインタビューでですね、今日は KO して他の選手よりもインパクトのある試合をしたかったので良かったです、まあ、怪我の具合、まあ、ちょっと足首ローを蹴った時に相手に膝に当たっちゃったんですけど、2ラウンド目のインローで自分が痛めて足を止めて打った、もともとローで削って
パンチで倒そうと。で、右が来るのは分かっていたのでカウンターを狙っていました。まあ、興奮したダナーホワイトの映像を見ながら、最高ですね、日本人初、歩んできたことない道を開いて人生をかけて MMA をやってきてよかったと思いますねと、まあ、語りました。で、まあ、ダナ・ホワイト、まあ、その後すぐにあの USC との契約、決めるんですけど、で、まあ、木下選手のことをですね、まあ、長いこと日本のスターが生まれてこなくて待ちわびていた、メインの2人はどちらもきっと何かやってくれる、そんな期待をしていた、この子は無敗で気力上いっぱいだが、それは DQ、 まあ何ですかね、反則負けってことですかね、見事に試合を支配した。 USC が唯一長いこと失っていたことは何か、それは日本のスター。この子はとても才能にあふれていて、まさしくその存在、マーケットで言えばこの競技を愛する者にとってプライドがあった日本の存在というのは大きいし、日本にとっても今回大きなことだろう。日本から才能のあるビッグスターを輩出するというのがなかなかできてこなかったけど、今晩見つけることができた。で、日本というのはマーケット的にどれほどのものなのかという質問に対してですね、全ての国にとって大きなことだ、出身者がいるってことは、コナーを輩出したことはアイルランドや UK につながった、オーストラリアだってチャンピオンがゴロゴロいるだろう、もしこの子が USC でどんどん上がっていけば日本でも膨れ上がっていくだろうと、コンテンダーシリーズから UFC 入りを決めた木下を称賛したと。まあ、そういうことですね。まあ、木下選手も寝技の選手とかですね、まあ、アマチュアレスリングの出身の選手とかに当たった時に、まあ、どうなるかっていうのが、まあ、今後課題としてあるかなと思うんですけど、まあ、本当に日本もMMA の市場が大きくなって、競技人口も増えてって、本当にいい選手が増えてきましたね。まあ、海外での試合も増えてきたんで、木下選手はじめ、まあ、本当に期待は膨らむばかりですね。で、ちょっと話は変わりまして、同日ライジンの記者会見がハワイで行われたんですけど、まあ、この件もちょっとお話ししたいなと思いまして、まあ、メイウェザーと朝倉未来の試合ですね、まあ、その他の、まあ、金太郎と堀口選手の試合とか、まあ、そういうのも発表あったんですけど、まあ、この会見見どころはあれですね、平本選手が出たことですね。平本選手が、まあ、メイウェザーの通訳をやるって、まあ、煽るために来たような感じなんですけど、平本は今日は通訳で呼んでもらいました、代わりに僕は日本語で喋りたいと思いますとか言い出してですね、で、まあ、メイウェザーはこそこそと平本に耳打ちして、平本選手は、お前は俺くらい稼いでから調子に乗れとメイウェザーさんが言っていますとかですね、ダサい服のブランドを出してんじゃねえ、 TMT を見習えとメイウェザーさんは言っています。エキシビジョンだけど俺のパンチで朝倉未来の鼻は夏くらいに膨れ上がるとメイウェザーさんは言っていました。今日は お集まりになった皆さんありがとうございます。朝倉未来とメイウェザーさんのパンチはジェット機とハエぐらいスピードが違うので、試合を楽しみにしていただければと思いますとメイウェザーさんが言っています。と、まあ、ちょっと煽りなんですけど、平本が代わりに煽るっていうちょっと面白い感じでしたね。まあ、なんか最近煽るのもブレイキングダウンなんかもそうですけど、とにかく喧嘩腰でやるのが、まあ、一つの煽りってなってるんですけど、まあ、それもちょっとなんていうかやらせ感があって、ちょっと物足りないっていうか冷めちゃう感じもあったんで、ちょっとこの平本選手のなんか少し知的なユニークさですよね、あのジョークが込められた煽りっていうんで、これはなかなか良かったなと思いますね。この普通にやっちゃうと朝倉未来とメイウェザーもなんかちょっと盛り上がんないなっていうところもあったんで、で、あとはボディーガードがちょっと朝倉未来選手を突き飛ばすような場面もあって、ちょっと面白くなってきましたね。で、ネットなんかの反応を見ると、そのボディーガードの対応もそうだし、まあ、平本選手のちょっとね茶化すような煽りっていうのも反発もあるんですけど、まあ、私はむしろこの反発があったことを見て
あ、正解だったなっていう感じがしますね。ようやくちょっと盛り上がってきたなっていう感じがしたんで。で、朝倉選手はまあ結構冷静に対応したんですけど、まあそれでいいかなっていう感じがしますね。まあ今回は記者会見はまあストレスをためることが一つの目的っていうかですね。で、まあ朝倉選手のストレスもそうだし、ファンのストレスもためるっていうことが一つの、目的だったような気がするんで、いい意味でも悪い意味でも、まあ、なんかの引っかかりがあるっていうことが大事なんですよね。このメイウェザーさんは言っていますっていうのがフレーズがトレンドにも上がってたんで、まあ、これは大成功だったなっていう感じがしますね、うん。で、まあ、平本選手はこのためだけに行ったのかっていう感じもするんですけど、そこに逆に本気を感じますよね。日本でこれやったらちょっと適当な感じするんですけど、ハワイまで行ってこれをやるっていうところにやっぱり煽りも本気がなきゃダメだと思うんですよね。単なる小手先だとダメなんで、それに行くまでに本気さがないとその煽りも盛り上がらないんで、まあ今回記者会見は平本選手が頑張ったなという感じがしました。まあなんだかんだこれやっぱり、メイウェザー朝倉選手も反発してる人も含めて見ちゃうと思うんですよね、うん。まあ、堀口選手対金太郎も結構無駄遣いだ、堀口選手は無駄遣いだみたいな意見もあるんですけど、やっぱり堀口選手ベラトルで2敗してますからね。その後、うん、2敗した人は次ベラトルでそんないい選手当てるっていうのもなかなか難しいんで、まあ、堀口選手的にもちょっと確認っていうかですね、試合で勝ちたいなっていうところもあると思うんで、うん、まあ今回日本でね堀口選手上がればそれなりに盛り上がると思うんで、まあ今回の金太郎との試合はいいかなっていう感じがしますね。まあもちろん金太郎選手はかませ犬にはなるつもりないと思うんで、まあ面白い試合になると思いますね。で、まだ、雷神のスーパーライジンも含め全試合発表はされてないんで、他の試合も期待したいと思います。ということで、今日は以上になります。ありがとうございました。